ごい。あんな頑丈なケージに一撃で穴を開けるなんて。これぐらいどうってことないわ。でもおかしいですね。これまでは扉が開くと同時にファントムが飛び出してきたのに、もしかして空っぽだったかな。僕中を見てきます。待つんだエペル君。暗がりで見えづらいだろうけど、よく目を凝らしてごらん。目を？ファントムがもぞもぞ動いてる。ビルが放った魔法の衝撃で動きが鈍っているようだ。さあ今のうちに畳みかけよう。はい。外れだったようね。はい、残念です。でも今回の戦闘は我々が優位に立てた。さすがだよロアドポアゾン。いいえ、今回の私のやり方は悪手だった。中にいたのが研究員だったら怪我をさせていたかもしれないわ。でも慎重になりすぎると時間もかかるし、ファントムに先手を取られかねない。悩ましいところね。大丈夫です。もしもの時は僕がユニーク魔法でみんなを守ってみせますから。張り切るのは結構だけど、成功率はまだ 3,4 割なんでしょ。それに切り札は本当にいざという時のために取っておくものよ。さあ次のケージへ急ぎましょう。